を始めます。最初に不正に関する質問からお受けします。不正に関してはよろしいでしょうか。それでは政務に移ります。政務に関する質問を消します。民主党と維新の合流新党の方が民進党になりましたけれども、まず聞かれて第一印象はいかがですか。第一印象、まあ何でもええんべね。第一印象な、まあ、アジアにもそんな政党あったなみたいな、そんな感じやな。台湾にもね、そういう感じです、あの維新というか、あの大阪維新と維新の党というのは2つあって、悔しいということもありましたけども、これであの名前が、まあ、変わったことについてはこれはもう歓迎ですね。紛らわしいのがなくなって、維新の中身ね、もうやれんのは大阪維新の会だけということで、もうあの、こう誤解をされることがなくなってよかったと思います。すみません、ちょっと裁判、維新の裁判の関係で、あのタウンミーティングで橋本さんの平松さんについて発言して、名誉毀損に当たると答えていた件で、まあ、名誉毀損には当たらないという判断になったわけですけど、受け止めはいかがでしょうか。いや、まあ、一審でしょ、まだ。だから、まあ、あの平松さんはまだこれからも多分争われると思うんでね。ただやっぱり公人の時にね、公人として、名誉毀損になったのっていうのは、平松さんが、選挙前に、各団体にあの補助金出したことを捉えて、橋本市長が、まあ、手のいい買収ですよねっていうような、こうタウンミーティングで、そういう話をしたことだと思うんですけど、でもあの時のね、2回前の、ダブル選挙、まさに平松さんは平松役所のお金で平松さんのこう顔写真のついた、あ、なんていうかな、書類入れる、入れ物とかね、文房具とかね、もう配ってたんでね。でもあれはもうやっぱりやっちゃいけないことだと思いますよ、僕は。そんなことやったら現職の市長とか知事っていうのはすごく、あまりにも有利になりすぎるんでね、だからやっぱりやったことはやっぱりちょっと選挙前にまさにその個人の宣伝につながるようなものを、公金を使ったというところはね、やっぱこれはもうおかしかったということだと思うし、思ってます。ただ、まあ、名誉毀損者にならないというのは、公人ならもうそのぐらいが言われても仕方がないと思います。まあ、名誉を傷つけるということではなくて、まあ、意見ないし、論評として表明したものと理解できるというふうに司法は判断しているんですが。まあそうですよね、だから。そんなん言われたらもう僕らあっちこっちでね、もうボロカスに言われてる時あるんでね、まあそれはもう公認の間はもう耐えるしかないですよ、それは。まっとうな判断を出してくれたなって。まあ、ごく当然というか普通の、こう判断だと思いますね。昨日森夏江さんがですね、出馬会見開かれましたけれども、今現状で情勢はどういうふうに考えますか。いや、我々の方が厳しい状況でしょ、そら。相手は個人の票も持ってれる、もう5期生ですか、まあ
あの個人でも、それだけ後援会組織っていうのを作り上げてきてる人だし、非常に厳しい状況だと思う。でも厳しいからってやっぱり民主党が1議席取ってもこの国のためにならんと思ってますんでね、やっぱりそれは厳しかろうがやはり、政策をやっぱり、我々が政策を実現していこうと思うなら戦うしかないということです。それで憲法改正のちょっと関連なんですけど、うん、まあ、その例の、まあ、幼稚園とかっていうか、まあ、大学の感染無償化みたいなのもね、今議論してますけど、まあ、これも改めてでね、今でも尋ねますけど、ちょっと改めてですけど、やっぱその根拠としてはそういうあれですか、その財源とかについては、例えば公民改革とかで何とかなるかというか、その辺はやっぱそういうことでよろしいですか。そうですね、5兆円、かかりますけど、そのほぼ消費税 2% 分で、今まあ 8% から今度 10% になるけど、今この我々は今すぐ 8% を 10% にする必要ないと思っててね、これはやっぱり景気を腰折れさせるのと、 2% 分はまずは行財政改革で、その程度のものは生み出せると、まあ、これ、まあ、大阪でやったんでね、まあ、これ国で同じようなことを当てはめていけば生み出せると思ってます。だからそういう形でいくと、まあ、将来的には 10% になるわけで、そういうところにおいては5兆円程度の財源は生み出せると思ってます。具体的に言うとは、その公務員給与のカットだとか、公務員の給与のカットだとか、あとは出資法人の改革ですよね、もう何度も言いますけど、国の出資法人全く改革できてないんでね、それはどうなのと、もう民間でできるところを民間に任していく、それから各民間そういう形で変えていけば運営補助金とかあんなの全部見直せるはずなんでね、そのぐらいの財源は生み出せるし、でギリギリまで行って、どうしてもやはりプライマリーバランスが黒字化にならないときはね、これは教育の 無償化の部分考えれば、これは日本の未来将来を担う人材を育成するということですから、そこは消費増税の原資当てても国民の皆さん理解する、理解していただけると思いますね。だから今も保育士が足りないということで、これは公がね、そういう報酬を決めていけば、これ社会主義経済になるんでね、本来保育士が足らない場合は必ずこれ人手不足ですから、そこは資本主義経済の中では、報酬上がっていくと思うんですけどね。でまずはやはり保育の経営者の皆さんがね、保育の経営者の皆さんもいろんな内部留保あると思いますから、そういう中でね、いい保育士さんをやっぱり、どんどん増やしていってほしい。そのためにはやっぱりその保育士さんのに対しての報酬というのはこれやっぱ上げていくべきだと思いますね。上げていくというのは補助という形じゃなくて、いやこれ補助というのは子供一人について、その年収で差がありますけども、措置をする費用というのが、みんな、これ市町村が、一人当たりいくらということを、支払って運営をされてるわけでね、そういう範囲の中で、今、全部の 保育園が赤字ならこれ潰れていくわけですから。歩いて利益っていう形では上がらないけども、歩いて内部留保を作りながら運営されてるはずなんでね、そういうところでやはりいい保育士さんを適正な価格っていうかね、報酬で、雇っていただきたいなとこういうふうに思いますね。
民進党に戻るんですけれども、うん、民進党という名前の政党の発足というのは、政界に与える意義ですとか、インパクトというか、どうなると考えますか、うん、政界に与える意義はないんちゃいますか。要は政党というのは政治信条、理念、政策ですから、政治信条、理念、政策がバラバラなところは一切、是正されていないわけでね、考え方全く違うじゃないですか。憲法改正を、もうすべきという人と一切触るなという人が一緒にいるということは、もう政治信条、理念、政策がバラバラの選挙互助会でしかないということです。名前が何かこう影響とかインパクトっていうのはあまりないですか。うん、名前さっきも言ったように、まあ、台湾にもそういう政党あったな。京都3区に戻りますけども、うん、民進党陣営はですね、まあ、共産党との協力っていうのは否定してますけれどもどういう構図になるんですか。否定してない、否定してるって、それはもう言い訳、単なる言い訳やんだから、それはもう裏でがっちり組んでるのもうみんなが分かってるよ。国民の皆さんみんな分かってると思いますよ。だって野党5党とか言って参議院の協力体制作るわけでしょ。じゃあ衆議院で出さないということか限りは協力体制作ってるということですよ。よろしいでしょうか。それでは終了いたします。ありがとうございました。